ついていない段階でもかなり進んではいるんですよね。進んではいるんですね。だからこれがあの数字のマジックなんですけども、この当たりはどうだ、右中間伸びて下がってライト下がってどうだ、スタンドまで届きました。このところ少し当たりが止まっていました坂本に先制の1本が出ました。去年はこの前橋で大勝しましたジャイアンツ、このキャプテンの1本でまず今日のゲームの先手を取りました。オレンジのタオルが大きく激しく振られる中、キャプテン坂本の一振りでまずジャイアンツが先制点を挙げました。坂本の34号が出ましてジャイアンツが先制です。昨日新潟でちょっとジャイアンツは主導権を取れるまま、まあ、負けてしまったわけなんですが、今日はまず先手を取りましたね。あのやっぱりね、こういうのって昨日から続いてるんですよね、はい、昨日最終回にこうジャイアンツはこの粘りを出したじゃないですか。そうでしたね。こういうムードが坂本ライト方向大きな当たりですが、雄平が追いかけていく、追いかけていく、入りました。見事なライト方向坂本、もうまさにこう技術で打ったというホームランですね。外目の低めはね、よっぽど低くないと、はい、あの得意なコースだよと、十分届く低めのボールですよね、はい、あのコースは特に右中間の坂本の場合よく伸びますからね。だから今のでももうショートバウンドぐらいのものを投げとかないとね、もう十分あの自分の射程の範囲に、フルカーブですよね。これ見てください、ほとんどど真ん中ですね。中に入ってくるような、そんな形でした。この辺りはすくい上げた、レフト福留もう見送った、坂本の追加点の一発が出ました。36号が今レフトスタンド、タイガースファンが静まり返るジャイアンツキャプテンの1本が出ました。今甘く入ったんでしょうけどね。そうですね、キャッチャーはアウトコース要求だったんですが、まあ、少し甘く入りましたね。すくい上げた、ちょっと上がりすぎたか、左中間センターが下がる、フェンスについた、見送った、入った。先発復帰の坂本勇人、先制ツーランホームラン。1回の表ジャイアンツ2点先行です。高々と上げて、風が右から左への風、やや追い風を含んだその風向きにも乗りました。2点ジャイアンツ先行。低めの球でしたが、インサイド少し、真ん中からちょっとインサイド寄りのね、はい、ストレートかシュートかな、まあ、インサイドを打たすとね、まあ、一番うまいんじゃないですか。あ、
まあ、坂本は隼人は昨日もホームラン打ってますから2試合連続のホームラン、はい、ちょっとできるようになってきてますから、うん、ライトへ見送って、あ、そのまま入った、ホームラン坂本、この試合2本目のホームラン、第39号。外にまた1本詰め寄りました、坂本、この9回貴重なホームランです。坂本勇人のホームランで8点目、8対2。右の袖のワッペンもカメラの前に。